はい、こんにちは、KTC 放送局の、ケイタ店長です。こんにちは。はい、ですね、まあ諸事情によりですね、 T シャツの S サイズですね、手元にあるんですね。ちょっとまあいろいろ込み入った事情がありまして、まあ、ちょっと T シャツの S サイズが手元にあるんですけど、まあ、僕マッチョなんで、もしかしたらこれ T シャツの S サイズで、ね、マッチョが来たら、しかも増量中なんで、増量中のマッチョが T シャツの S サイズ来たらケンシロウやれるんじゃないか説ね。お前らの血は何色だーつって、バリーつってね、バリバリーつって、シャツが筋肉の膨張というかパンプアップによって弾けるっていう、せっかくなんでちょっと S サイズどうせ着れないんで、普段はい、ちょっと着てケンシロウできるかやってみたいと思います。ちょうど部屋にイージーバーとかあるんでね、最悪できなかったらパンプさせない話だし、ちょっと着替えてきます。そもそもでもこれ入るのかな、やべ、顔が見えちまった。そもそも入るんけこれ。まず、意外と入る。これちょっとね、予想外の事態。普通に切れてしまったというね、これケンシロウケンシロウどころか、普通にかっこいいぞこれ。あれあれ、これ普通にかっこいいぞ。丈もちょうどいいし、すげえなんかね、運動してる感出てるしね、筋肉の凹凸も出るし、あれこれ普通にかっこいいぞ。あれれ、普通に切れちゃったよこれ。ねえ、はい、つまんなこれ、つまんね。あれ S サイズ入っちゃったのこれ。え、マジでパツンパツンだけど S サイズ入っちゃったよ。全然ケンシロウできない。ちょっとパンプさせてみよっか。全然弾けねえ。ダメだね。ごめんなさい。全然ダメでしたね、これね。普通に切れたわ、これ。さよなら。はい、どうも。疲れた。T シャツ企画第2弾。僕、コウのね、ラッパーのコウ、ね、いるじゃないですか、めっちゃかっこいい人。ラッパーのコウの、この歌詞、このフレーズすごい好きだね。高いものを挟みって切っちゃったりするけど、ウォーっていうね、フレーズがあったでしょ。頭は金持ち、見た目は貧乏ってやつね。俺もちょっと服とかハサミで切ってね、自分なんかおしゃれっていうか、なんつうの、最近のおしゃれさんってなんか何でも切っちゃう感じじゃないですか。で、自分風にカスタマイズしちゃう感じだから、俺もちょっと憧れてなんか切ってみたいなと思ったんですよ。でも切るだけじゃ、なんか結局それももう猿真似っていうか、もう真似じゃないですか。
もうラップとかヒップホップ風に言ったらもうサルマネ野郎って言われちゃうんで、じゃあ俺ちょっと T シャツ着るんじゃなくて、それはありきたりだから T シャツミキサーにかけてみようかなと思ってね、そしたらすげえおしゃれな服できんじゃねと思ってね、ちょっと諸事情によりね、S サイズの T シャツをね僕今着てるんで、まあ、基本的に S サイズ着ないんでいらないんでね、きついし今手このまま固まっちゃってるから俺これちょっとミキサーにかけてむっちゃおしゃれにしてみようかなと思って、はい、ちょっとやってみますね、はい、ちょっとお待ちを、しょよいしょ、脱ぐのマジ大変なんだって T シャツマッチョって本当一人じゃさ脱げないんだよ、筋肉がつかかって、脱いだぞ脱いだぞ、これをねここにすごく昔買ったのスムージー作る用の俺ミキサーがあるから、ここに T シャツを入れておしゃれに裁断していこうじゃないかと、それを原宿で着るとさめっちゃモテるんじゃないみたいな、まず小さくね、これペットボトル1本分のサイズしかないやつだから小さくこう丸めて、それをまずここに入れると、この作業が結構そもそも入らないパターンか、これまさか、いける、折り方変えたら不可能可能にいけそう、ちょっと待ってちょっと待ってね、今ここまで入った、はい、いけそういけそう、よし入ったぞ、不可能可能にしたぜね、これをちょっとねミキサーにかけて何でも切っちゃう、これやべえ刃が入んねえ、いけるだろいけるだろ、不可能可能にしろよ、夢詰め込んだぜ、不可能可能にしろぜ、マッチョでよかった、できた、これをセットしてね、コンセントがないね、ちょっと待ってください、はい、ごめんちょっとアングルがちょっとひどいけど、とりあえず行こうぜ、ビリオドの向こう側へ、どういうことだどういうことだよ、なんで動かないんだ、くそ、修理したぞ、壊れた、はい、というわけでですね、まあせっかくね久しぶりに K スタジオで撮影したんですけども、まあ見事にですねお蔵入り間違いない動画になってしまいました、はい、まあ S サイズの T シャツね着ても僕ぐらいの体格だと全然はち切れないどころか普通に切れちゃうっていうね、結果でした。一応 S サイズのね脅威がね80から88ってなってて、まあ、僕よりが約10センチぐらい小さめのサイズ推奨なんですよね、だけど普通に切れましたね、やっぱ伸縮性あるんで伸びますね、はい、はい、ね、で2回目の企画っていうか次にやったのがミキサーにかけようと思ったら、まあ、ミキサーがぶっ壊れてて、そもそも回らないっていうね、不本意な結果に終わってしまいました、はい、一応ねまあせっかく今日ね僕のオリジナル T シャツのねビッグチャーリー T シャツ着てるんで、
まあ、それの宣伝も兼ねてね、動画にあの T シャツの購入ページあるんで、ぜひ買っていただければ。ね、これ結構サイケでしょ、顔怖いでしょ、これね。はい、本当に最近不甲斐なくて申し訳ない動画が多くて申し訳ない。というわけで、じゃあ、あの申し訳ないんで最後に一発ギャグやります。今思いついたギャグなんですけど、損しかしてないマリオ。ソソンソンソソンソンソン。さよなら。